いつからかガンダルバー村に見習いレンジャーが現れた。彼女はレンジャー隊に助けを求める者に明るい笑顔で手を差し伸べる。まるで大地を突き破った新芽のように生き生きとした彼女は、たとえどんなに傷ついても負けることはないだろう。見習いレンジャー参上。モンドでの経験がコレイの変わったきっかけだとするなら、スメールは彼女にとって成長の始まりの地だ。新たに手に入れた草元素の力で彼女は仲間をサポートし支援する。憧れのために努力を惜しまない者は必ずいつしか報われる。コレイがチームにいるとき、チーム内の自身のキャラクターが褐生時に消費するスタミナが減り、探索効率が上がる。通常攻撃は弓で最大4弾の連続射撃を行い、物理ダメージを与える。銃撃ではダメージがより高く、より正確な狙い撃ちを発動する。照準時には草元素が矢先に集まり、草元素に満ち溢れた矢で敵に草ダメージを与える。元素スキルではリーフブーメランを投げ、命中したターゲットに草ダメージを与えていく。投げられたリーフブーメランは一定時間後に戻り、再び敵に草ダメージを与える。テンプ、フライリーフワインダー解放後、リーフブーメランが戻ってくるまでにチーム内の自身のキャラクターが燃焼、幻撃化、超撃化、走撃化、開花、超開花、または劣開化反応を起こすと、リーフブーメランが戻ってきた時、キャラクターに芽生え状態を付与する。芽生え状態はコレイの攻撃力上限を基準に周囲の敵に一定時間草ダメージを与え続ける。効果時間継続中に再び芽生えを獲得すると、既存の芽生え効果は消える。頼むよコレアンバー。元素爆発では頼もしいコレアンバーの助けを呼ぶ。これは爆発時に草範囲ダメージを与え、コレアンバー領域を生成する。コレアンバーは領域内でジャンプし続け、草範囲ダメージを与える。まるで希望を取り戻すかのように森には草木が生い茂る。テンプ、静かなること森のごとく解放後、コレアンバー領域内のキャラクターが燃焼、幻撃化、超撃化、走撃化、開花、超開花、または劣開化反応を起こすと、領域の継続時間が延長される。これにより1回の元素爆発で領域を一定時間延長できる。かつての逃亡生活はコレイに数多くのサバイバル経験と戦闘経験をもたらした。彼女はまだ見習いレンジャーだが、草元素の神の目の力を駆使して様々な状況に対応できる能力がある。戦闘中、より多くの敵に命中するタイミングを見計らって元素スキルリーフブーメランを放ち、芽生え効果を発動すれば敵への元素反応ダメージをうまくサポートでき、チームの戦闘力を上げられるだろう。元素エネルギーが溜まったらコレアンバーの助けを借りて、コレアンバー領域で敵に草ダメージを継続的に与える。味方とうまく連携すれば領域の継続時間は延長される。より良い元素反応の環境を作って敵を一掃だ。成長がどういうものか考えは人それぞれだろう。ただ無事に成長したいと思う者もいれば、より高い目標を目指す者もいる。コレイにとってより遠い未来へ進むためには過去の自分を超えねばならなかった。それでいい。勝利とは前進であり、過去にとらわれることではないのだから。惜しいことに、俺のかつての仲間はコレイより年長だったのに、それを悟ることはできなかった。あるいはあまりにも複雑な状況においては、善意や熱意だけでは解決できない問題もあるのかもしれない。